はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは、万丈目純です。さあ本日なんですが、皆さんは A to Z ドラゴンバスターキャノンというモンスターをご存知でしょうか。今日はですね、このモンスターをね、この究極合体モンスターをね、活躍させていくべくデッキを組んでまいりました。 A to Z ドラゴンバスターキャノンって超召喚条件むずいんですよ。これよく読んでください。これ ABC ドラゴンバスタープラス XYZ ドラゴンキャノンっていう、まず合体モンスターの融合モンスターを2体使って融合しろって書いてあるんですね。はい、やばいですよね。で、自分のフィールドの元々のカード名が上記のカードを除外した場合にのみ特殊召喚できるっていうことで、めちゃくちゃむずいんですよ出すの。はい、まあインチキ召喚ができないんですけども、これね、あ、ちなみに効果ね、効果はかなり強くて、相手がモンスターの効果魔法トラップカードが発動すると手札を1枚捨てることによってその発動を無効にするっていう、あ、無効に破壊するっていう、ターン1が全くついていない手札の枚数分だけ相手のカードを無効に破壊するっていう最強の効果を持っています。はい、で、フィールドのこのカードを除外するとなんか分解できるという効果も一応ありますよ。はい、で、これがなんでこのデッキがなんで強くなったかっていうと、A to Z ドラゴンバスターキャノンがね、結構簡単に出せるようになったんですよ。これなんでかっていうと、セリオンズが実装されました今回ね。で、このセリオンズが実装されて何が変わるかっていうと、これね、墓地から機械族モンスターを装備できるんですよね、セリオンズキングレギュラスが。で、A to Z ドラゴンバスターキャノンはこれフィールドの元々のカード名が上記のカードを除外した場合に特殊ができるということで、これ装備状態でもいいんですね、このドラゴンバスターまたは XYZ ドラゴンキャノンが。だからこれ、まあ、ABC は結構簡単にユニオン格納庫から出してこれるんですよ。ユニオン格納庫から1枚から絶対 ABC は出るっていうギミックが、まあ、今回ちょっとルートやってるんですよ。見ていただいて分かるんですけども、 ABC 勇者のギミックですわ。あれにプラスして愚かな重装っていう、このエクストラデッキからカードを墓地を送るカードを使って、これで XYZ ドラゴンキャノンを送ってあげて、でセリオンズキングレギュラスでこれを装備するとフィールドに ABC と XYZ が並ぶんで、それを除外してあげるとこれ出るんですよ。めちゃくちゃ簡単です。手札2枚からいけますこれ。手札2枚からいけます、ユニオン格納庫プラス愚かな重装で確定です。これなんとこのギミック上、セリオンズキングレギュラスがレベル5のモン機械族が2体並ぶ関係上、リバーストームが出せまして、リバーストームでサーチができるんですね。これまたちょっとマシンナーズデッキの方でやりますけれども、これマシンナーズギミックにも搭載されているこのカードがキングレギュラスをサーチできることから、結局展開のルート上で必要なカードはもう愚かな重装とユニオン格納庫だけなんですよ。これでこれが出るんですよ。はい、ロマンモンスターにしては強いでしょ。さすがにこれ出たらめっちゃ強いからね、このモンスター。はい、というわけで今回はこの A to Z ドラゴンバスターキャノンの着地、これを目指していきましょう。デュエルスタンバイ。こんな簡単に AT が出せる時代が来るとはな。いい時代になったもんだぜ。これは一回オロマイからかな。ちょっと一回勇者ギミックにアクセスして様子見ましょうか。儚いので増人はなんとかケアできそうですね。さあ、ここで静電の水使いの効果を発動。静電の水使いの効果、おっと、何もないんですか。とんでもないんですか。そんななんかゲロ甘えムーブしてるとアラメシアの儀通っちゃいますけど、いいんですか。アラメシアの儀で無限法要とかね、エフェクトベーラーがケアできるのがやっぱいいですよね、勇者は。もうなんかそれらを打つ前はなんかあんまり効果モンスターとかいないし、あんまり関係ないですね。はい、でユニオン格納庫を持ってこれると。裏がねえんだったら全然裏なんだよな。とりあえず円盤闘技場セリオンズリングも発動して、とりあえずキングレグラスサーチしちゃおう。で、ここで、こっちか、一応。はい。裏がなさそうですもんね、これね。完全に。手札に加えるのが、B バスタードリク。金剣をどこで打つかっていう話なんだけどな。B バスタードレイク召喚して、で、チェーン1で隠せばいいから、これも裏が効かないでしょ。ユニオン格納庫で、ここで、旅路、これは最悪無効にされてもいい。何にも効かないんだよね。さすがにこれ勝ちか。じゃあ全部展開が通ってしまうと割と世界が終わらせられるというのはまあ有名な話なんですけども。はい、
で、一応装備だけしといて、はい、でグリフォンライダー持ってきておいて、はい、うい、でこれで装備、うえうえ、さあ行くぜ。さあグリフォンライダーさんのお時間だ。さあここ、これ以降もう何でも効果は一回無効にできるぞ。ニビルもしっかりとケアできるぞ。よしで、キンキンよ。だいぶ圧縮したから引けるだろ。オロジュー、オロジュー、愚かな重曹、重曹をください、カモン。はい、来たー。オッケー、きっと、ドゥジテル、きっと、愚かな重曹を手札に加えていくぜ。そして、まあ、なんでもいいわ。そして、愚かな重曹をバチコリと発動し、4000円支払って、XYZ、ドラゴンキャノンを墓地に送っていく。XYD。これを出していいんだっけな、セリオンズ。キングレギュラーズの効果。自分の墓地に存在する XYZ ドラゴンキャノンを装備し、自身を飛ぶ召喚。いいよね、召喚ムービー、キングレギュラスめちゃくちゃ好きだ。で、 A アサルトコアの効果、これで今あの2回妨害ありますんで、まあ、こっからの成果は絶対に取ります。はい、一応ね、アサルトコアと B バスタードレイクで B 召喚、現れろ、ユニオンキャリア。そして、B バスタードレイクの効果と A アサルトコアの効果、 A アサルトによって自分の墓地のユニオンを回収、そして B によって何らかのユニオンをデッキからサーチ、いい効果、はい、で BC ですね、あれ、お C ねんだな、まだ CC ねな。そしてユニオンキャリアのモンスター効果、ヒードのモンスター1体を選択し、そのモンスターにデッキから何らかのカードを装備する、フォトンオービタル、そしてサポートしろオービタル、効果発動、自身を装備解除し、デッキからギャラクシーソルジャーを1枚手札に加えていく。そしてギャラクシーソルジャーのモンスター効果、手札を1枚墓地に送ることによりギャラクシーソルジャー自身を特殊召喚、そしてギャラクシーソルジャー特殊召喚成功者の効果を発動、デッキからギャラクシーソルジャーを手札に加えていく。そしてギャラクシーソルジャー自身をもう一度特殊召喚、サーチは単一ですけど特殊召喚に対象ないということ。そしてレベル5の機械族モンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れろサイバードラゴンノバ。そしてノバ1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、現れろランクアップエクシーズチェンジサイバードラゴンインフィニティ。そして自分の墓地に存在する A アサルトコア、 B バスタードリック、C フラッシュワイパーをゲームから除外。やばい、残り60秒しかない。いや結構早めに回したけどな。 ABC ドラゴンバスター。そして自分のフィールドに存在する ABC ドラゴンバスターと XYZ ドラゴンキャノンをゲームから除外、降臨せよ ATG ドラゴンバスターキャノン、きたーきてー、これ何でも無効4回、妨害の質高すぎ、なんでも向こう4回ですよ今、強すぎマロタ。強すぎマロタ。まあ一応あの A2Z は手札してますけどね、 A2Z はちなみに手札を押してるが、なんでも向こうが4回飛ばせるぜ。お前の手札6枚のうち4枚は向こうにさせてもらう。何誰くっそー許さ、いやでもまあ言うて向こう3回までありますからね。うわ、ジャックナイツ来たー、やべ、立てる全然ケアできてね、ビビるぐらい3列並んでるわ、やば。師匠のジャックナイツ効果、移動してサーチ、移動してサーチあかんやろ。 A2Z ドラゴンバスターキャノンの効果、相手がモンスターの効果を、やばいやばい、時間ない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 
時間な。お前のモンスターの効果は無効にし、破壊させろ。シャラシャラに、イエス、無理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 。サイバードラゴンインフィニティの効果、相手が発動したカードの効果を無効にし破壊することができる。リンクスは何もさせない。ドワーン強え。まだ俺はレギュラスの無効効果を1回残しているぜ。やばいな。でも相手意外とさ、これ手数結構あるな。コンピのジャックナイツ、なんとそれはいいでしょう。ね、破壊するやつがやばいんだよな。移動するのはどうでもよくて、ピョンピョンするのはどうでもよくて、また立てるぞ。やばい、なんだこいつは。やばい、テキスト読んでる時間がない。グレンのジャックナイツは縦列モンスター、やばい、なんかそんなに言うて大したことないな。言うて大したことない。言うてそこも大したことない。あと一番何、あー早急きたー。ダメ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 、絶対ダメ絶対ダメ絶対ダメ。3枚サーチは絶対ダメ。あぶねえ。こっからでも俺これリンク伸ばされて負けることあんの、これもしかして。もしかしてだけど、これ普通になんかアクセスが出てきて死ぬ俺。やばい。でもさ、ジャックアイスってさ、モンスター3体からなんかさ、あー、明星は手札がないから大丈夫だ。耐えてくれ。危ない、耐えたー。ユニオンキャリアはどうでもいい。耐えたぞこれ。3体で、あ、3体か、リンク3分のやつ一応いたけど3000ぐらいしかないのだって。確かシュ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 ズルー。なるほど、ちょっと一旦吸収するか。これは吸収するのはこっちでよくて、でバンスすんの明星でいいか。でバンス、はい、さよなら。オーケー。危なかったー。四妨害構えたけど普通に危なかった。でもちょっと A to Z のさ、無効効果手札使うからちょっと若干手札足んないっていう問題はあるよね。対戦ありがとうございました。 A to Z ロマンスイで出したくなっちゃうんだけど、オロジュー来た。いや出しちゃうよこれじゃあ。いや出したくなっちゃうんだけど、正直ね手札なくなるからね、ぶっちゃけ ABC にしといた方が強いんだよな。これ言っちゃいけないやつ。ぶっちゃけ向こうはもちろん弱くはないんだけど、あーそれは無理。全然増殖する字は無理。うららちゃん行きましょうか。うららちゃん行きましょう。うららちゃん抹殺じゃないと、うららちゃんの方がいいね。これさ、だからさ、まあロマンの息は出ないんですよね、結局 A to Z って。そのなんか分解効果使えねえし、XYZ は正規召喚してないから、ABC って本当は分離して XYZ と ABC になるっていうすげえやばい効果あるんですけど、XYZ がね正規召喚してないから分離はできないんですよ。だからなんか ABC にしといた方が絶対強いんだよね。っていうのは内緒にしといて。で、テラフォーミングの効果でユニオン格納庫を手札に割り入れ。まあもちろん俺も、これまたあれですからね。A to Z はダッシュでいきますよ、当たり前に。当たり前じゃないですか。当たり前にね。ウララもケアできるんで今普通にこうして上振れ狙っていきましょうか。 B バストゥドライ、チェーン1ユニオン格納庫、ここチェーン2運命の旅路、あてかウララケアするんだったらこれ逆か。チェーン1が旅路でチェーン2がユニオン格納庫だな。装備するカード効果だもん、あんま関係ねえわ。でユニオン格納庫効果でドライブ、ユニオンドライブで旅路効果、なんかようわからん最強モンスターライドでドラッグバックぶん投げてでドラッグバック効果、勇者に装備。やっぱ勇者ギミックちゃんと使えるデッキは強いですよね。なんかなかなかね今ね召喚剣使って展開するテーマ多いですから、割とねやっぱね勇者ギミックっていうのはね使えるデッキであればあるほどやっぱ優秀。まあちょっとゴミが増えるけどね。6枚ぐらい今多分デッキの中にギミック入ると思うんだけど、まあ下法言うてたの名前だけど、さすがに下法まで入れるわけいかないからな。
で、A、アサルトコア。で、2体のモンスターで、ロエンク召喚。ユニオン、キャリュー。これ、抹殺使わんかったら、コーストロ置いとくわ。抹殺なんか2ビルとかぶん投げてくるようだったら使うけど、普通に。2ビル入ってねえから無理か。2ビル入ってねえから無理だ。ここで、アサルトコアと、B バスタードリークの効果で、回収&サーチ。C、クラッシュワイブーン。クラッシュワイバーン、なんで俺ロイヤルなんだろうね。クラッシュワイバーンとかコストにしか なったことないから、なんなら場に出したことないよ、ほとんど。まあ、一応 ABC が分解したら出るか。で、ですね、ここで、フォトンオービタル。サポートしろ、オービタル。効果発動。オービタルの効果により。デッキから、ギャラクシーストルジャーを手札に加えていく。そして、ギャラクシーストルジャーのモンスター効果を発動。手札から、クラッシュワイバーンを切って、特殊召喚。そして、ギャラクシーストルジャーの効果を発動。ギャラクシーストルジャーの効果により、ギャラクシーストルジャーをサーチ。そして、ギャラクシーストルジャーの効果を発動。B はスタードレイクを墓地送り、特殊召喚。そして、レベル5のモンスター2体でオーバーレイ。機械族モンスターレベル5、2体でオーバーレイ。エアクシーズ召喚、現れろ。無限起動、リバーストーム。そして、リバーストームの効果を発動。リバーストームの効果により、ギャラクシーストロジャー1体を墓地に送ることにより、デッキからセリオンズ・キング・レギアスを手札に加えていく。そして、愚かな重装を発動。ライフポイント、半分ポイントを支払い、XYZ ドラゴンキャノンを墓地に送る。さらに、セリオンズ・キング・レギアスの効果。自分の墓地の XYZ ドラゴンキャノンを装備。さらに、自分の墓地に存在する。A、B、C をゲームから除外。現れろ、 ABC ドラゴンバスター。さらにフィールドには元々のカード名が ABC と XYZ が存在しているため、ちなみに絶対 ABC 残した方が強いんですけどね。分解できるから ABC と XYZ をゲームから除外し、現れろ、 ATZ ドラゴンバスターキャノン爆弾すー。手札足んなくて1回しか妨害できないけどな。すーって言いながら1回しか妨害できないんですけど、ちょっと許してください。封印の声についだろ。封印の声さ、別にいいや。なんだろうな、これあれ、で悲劇かなんか除外するのかな。サンダードラゴンかな。ちょっとまだ分かりませんね。宮塚さんだったらちょっと笑えますけどね。さあ、一体何を除外する？あ？ああ、悲劇ね。オッケー。悲劇効果はどうでもいいよ。楽園融合を止めればいいんじゃないですかね。さすがにデッキは。アルベルも別に止める必要なくて。で、楽園融合と赤の楽園を丁寧に止めていけば止まってくるんじゃないかなと思うんですが。もう全然ダラ通し。楽園融合も全然オッケー。楽園融合まで全然オッケー。楽園融合は無理。楽園融合は無理。効果無効でいいかな。これで、発動無効じゃなくて効果無効なんで、2枚持ってでも無理と。はい。ういー。ボリボリボリー。うい。ういー、オッケー。まだ2妨害残ってますよ、私。赤の楽園とか、普通にパッチワークとかだったら止めます。なるほど。ユニオンキャリア。毎回ユニオンキャリアめっちゃ殴られるな。普通にあれかな、でもあれか、インフィニティじゃないか、まあ、関係ねえわ今セット。あれ、そんなクソラコ展開でいいんですか。手数が足んないんじゃないですか。ユニオンカクロコ来た。ユニオンカクロコ来ちゃった。でとりあえずリバーストームの効果を発動。リバーストームが生き残るとリバーストームの効果でまたセリオンズキングレギュラスを、サーチするという最強のムーブができちゃうぞ。何かでいく。はい。で、セリオンズ、キング・レギュラスの効果。キング・レギュラスの効果によって、キング・レギュラスを装備。さあ、使わなくていいのか？そのカード。まあ、使っても無効にするけど。おいーおいー一応戻す？何それ？そのカード何？
使った方がいいんじゃない一応。抹殺か。別に抹殺はいいや。抹殺はどうでもいいや。抹殺がいいカードマジどうでもいい。A to Z ドラゴンバスターキノンって言うのドラゴバック。勇者勇者入ってんのか。やるじゃないかお前。ドラゴバックを無力化してくるとはなかなかやるな。やけくそか。これやけくそだろ俺。全部殴ったら勝ちですね俺。攻撃表示攻撃表示攻撃表示アドレフェイス黙れ。これが A to Z のパワーだ。A to Z の効果一回も使ってないけどな。いやマジでもう絶対 ABC でいいわ。対戦ありがとうございました。うらーどかー。ああ絶対 ABC でいい。うわー人掛け格納庫ハンドきた。人掛け格納庫ハンドやこれ。頼む格納庫背景よし取ったー。とりあえず取った。とりあえず裏がなそうだな。裏がなさそうだな。あとはまあエフェクティングベーラーと、無限の法要が一番きついんですが、ユニオン格納庫対象優先権移んねえなこれ。ねえわ相手これ。無限もないしエフェクティングもねえわこれ。じゃあ展開でアドレスするわ。エビーいや、A to Z までいけんだこれ。ABC、ドラゴンバスター。そして、フィールドに存在する ABC と XYZ。ゲームからジョイ。うわぁ、現れろ。A to Z、ドラゴンバスターキャノン。つえぇ、ま。手札3枚あるんで、ま、なんでも向こう一応、ま、じゃあ、裏側取っといた方がいいかもしれないけど。何でも向こうが2回飛ばせるという感じですね。まあ、裏ラを最後に取っといて、まあ、最終手段ですわ、裏ラをコストにするのは。まあ、でも何でも向こう3回あるから、まあ割と強いだろ。サイバードラゴンはやばいね。あふざけんふざけんなよこのテーマ。いやふざけんなマジこのテーマおかしいって。